ワサブローは日本の歌手、京都府生まれ、京都府育ち、1973年に都仏、以降、パリに在住。2012年頃から活動拠点を日本に戻し、現在も京都を中心に全国でライブ活動を行っている。フランス語で歌うことに強い思いを持ち、日常会話は現在の京都においても死語になりつつある京言葉を話す。 名前の表記は、バサブロー、カズサブロー、バサブローを使用。京都の五花街の一つ、上七軒に、帯締め屋の息子として生まれる。祖母はお茶屋の女将、母は、日本舞踊家流流の師範。子供の頃の遊び相手は芸妓さんであり、長唄や清本を耳にして育つ。小学校2年生の時、初めて人前で歌を歌う。この時歌ったのは同様、性比べで、 将来歌手になることを決意する。14歳、ラジオから流れるフランスの国民的歌手、エディット・ピアフの歌声に衝撃を受け、シャンソンの世界を目指す。19歳、日本シャンソン界のパイオニアと呼ばれた、カン・ミサオに支持20歳、ジャック・プレベールの詩を読み、フランス語の言語としての面白さに目覚め、ピアフの歌が蘇る。23歳、パリのソルボンヌ大学に留学。 一時帰国の後に29歳で再びフランスに戻り本格的なシャンソン歌手への道を歩み始める。ピアフも歌ったシャンソンの伝道、オランピア劇場への出演を果たし2週間にわたる。ソロコンサートも連日満員にする。1988年フランス国営放送が1時間半の特別番組を組み話題になる。2000年にはフランス政府から 芸術文化勲章のシュバリエを授与されるなど、本場でも認められる存在となる。2006年に日本での活動を開始。パリのミュージシャン、スタッフと制作した CD、マラディス・ダムール・コインの病を日本初リリース。2012年に帰国。2012年4月より、俳句が NHKE テレ、俳句王国が行くテーマソングに寄与される。2019年9月、 古希を迎え、全国ツーアーと記念ライブを行う。ワサブローが日本国内のシャンソン歌手の中で得意的な存在になっている理由の一つとして、その卓越した語学力を上げることができるだろう。フランス語の歌詞の楽曲や歌詞が日本語に訳された、楽曲を歌う日本人、シャンソン歌手は数多くいても、フランス人と対等に話をすることができ、 読み書きに至るまでフランス語を習得した上でシャンソンを歌う日本人は多くない。さらにフランスでも評価を受け、また現地のアーティストからも支持され、それらのアーティストと豊富な共演経験を持つ歌手はまだ彼において他にいないであろう。もっとも日本におけるシャンソンに対するイメージとフランスにおけるそれとは大きな違いがあることから日本のシャンソン歌手とはサブローを 同じ視点で評価することは難しい。日本におけるシャンソンに対するイメージは、三輪明宏に代表されるようなセリフ的な音楽のイメージが強い。しかし、フランスにおいて、シャンソンとは、英語で言う、ソングであるから、特定のジャンルを指す語ではない。バサブローはフランスで長く歌手活動をしてきたことから、自身の音楽はフランスにおける、シャンソンの位置づけにあるものと同等としている。 そのため、ワサブローは日本国内においてシャンソン歌手として紹介されることに違和感を覚えるという。ワサブロー自身は、かねてから日本人が持っているシャンソンに対するイメージが先行することを避けるため、英語で言うシンガーと同じ意味を持つシャントゥールと自称している。ワサブローは2012年以降活動拠点を日本に移し、現在でも歌手活動を続けているが、 国内でライブを行う時に共演するのはジャズミュージシャンがほとんどである。そこからもわかるように日本で従来から存在するシャンソンという枠でワサブローの音楽を理解することはできないだろう。我々はワサブローをフランス最高の歌手の一人に数えることができるだろう。ワサブローハイマ私が一番気になっていて好きな歌手です。 世間の人は彼をほとんど知らないでしょうが、彼に日本語の曲が加わったら鬼に金棒ですよ。歌はフランス語、でもトークはベッタベタの京都弁。そんなカズサブローさんの講演はまんまに面白いんですよね。シャンテュル、またはミュージシアンという肩書きを欲しがるミュージシャンがいても、彼はアンテルプロテという言葉とその意味にこだわっています。つまり、カズサブロはミュージシャンでありながら、 歌の主人公、歌に出てくるキャラクターを演じて、その気持ちなどを自分のものにして忠実に伝えるアーテイストです。異国の生まれでも、鉛が強くても、その人なりの生きた言葉で歌えば、フランスでは認めてもらえるんです。フランス語という楽器が奏でる、僕の音楽が日本の観客にどのくらい受け入れられるか、これからも挑戦していきたい。生まれ育った京都が好きで、 日常会話においても、京言葉を使う。過去には、ゲ舞マイコの身の回りの世話をし、見せ出しに付き添う男集役も務めたこともある。1992年、柴田日本料理研さん会がパリでイベントを行った時に通訳を務め、それをきっかけに、日本料理の料理人とも多くの交友関係を持つ。その中には、宮間荘の中東吉潰氏、標定の高橋栄一氏、 菊クノの村田義博氏などがいる。また、オグルニエドールの西原金蔵氏とも交友があり、フランス語で金の倉を意味する天名の名付け親でもある。絵師の木村秀樹氏とは、孔子ともに親しく、木村氏が総合プロデュースを手掛けるリンパロックには必ず出演している。文芸評論家の勝又博氏とも交友がある。n h k イテレ、俳句王国が行くの、 テーマソングに起用された俳句は音楽プロデューサーの大森昭夫が手掛けた最後の作品である。1980から1987、1988から1989、1989から1990、1990から1991、1992から1993、1998から1990、 1994から1999,2000から2001,2001から2004,2005から2008,2005年2006年2009から2010、2011から2012、おばは、上7県にある、大政という、お茶屋のおかみである。この時、エディット・ピアフが歌っていたのは、群衆である。専門料理2018年9月号。 専門料理2018年9月号、産経新聞9月19日夕刊。ありがとうございます。